解散、乾杯しよう、とりあえず乾杯ね、ぜひ思いをします。花で解散、乾杯、解散、解散、結婚も結婚ですけど、結婚も確かにやります、結婚もしました。解散する、そうなんです。じゃあ人生途中までクリア、おめでとうございます。おめでとうございます。どこなの、解散する。やっぱ解散なんですよ、僕ら。どうした急に。いや、それって僕も聞きたいです。なんかもう解散になりました。どういうことなんそれ。ここの2人も解散ってこと。その残りのあのやつらが消えるってこと。もういろいろ話したいんですけど、初めから言います。だから、ムカデで言ったら中全部切るんやってわかるけど、あの頭と尻尾も切るみたいな。尻尾も切る。だから頭だけでヨロヨロ。確かに。ドラクエで言うともうメガンテみたいなです。マジで。あのデータ消えた時の音あるじゃないですか。ドラクエ1になるってこと。ドラクエ1なる。いや、冒険場所をぶちってやるかな。マジで。なんかそれってでもすごいネガティブな風に捉えられるじゃないですか。ネガティブやろ。いや、やべえ、ポジティブですよ。カモカモ見てくれよ、ネガティブ。いや、いや、もう結構前から何回も話し合いを重ねてこうなってますから。でも最初衝撃でしたよ。それは衝撃や。お前やめんのみたいな感じ。いや、これポジティブですよ。いつからこれは動き出した、鼻を解散するとは。いや、これはもうずっと前からですよ。いつかは辞めるっていうのは 4,5 年前から言ってました、ね、確かに。まあ、でもいつかは辞めるって言ってるだけの説もあるじゃないですか。言ってて何年ぐらい続けるんやろ。まあ大体 YouTube はそうやもん。大体 YouTube はいつかは辞めるっていうのが辞めへんもん。ほんまに辞めるんやって衝撃。わかりますよ。まあ、なんか YouTuber ってその漫画と違ってその終わりないじゃないですか、うん、僕終わりなく果てしなくやるの気が遠くなっちゃって、うん、ここで終わるって分かってないと、うん、なんかやれないタイプなんですよ。今年の2月にあと2年って。おー、1年早まりました。いや、マジでえ、たまに定期的にヤバいってやん。いや、あれ、肌から見たらヤバいやつ、ヤバいやつ、ヤバいやつ、ヤバい、超言わせてるやん、完全に。ちょっと言わせて、あれに関しては言わせてほしい、うん、あれは、なんてかっていうと、ヒカルさんのせいなんですよ。いやいや、俺ヤバいかんって。知ってます、知ってます。僕だって普段、企画した企画なんで、ヒカルさんみたいにやっぱ人間性見せていかないと、やっぱストーリー見せてないと、ダメ。いや、言うじゃないですか。だから、みんなにこの病んでる時のメンタル回復方法を伝授したっていう。なるほどね。あれ見て結構どんよりしたっけやな俺。逆あれ回復ならんかったけどな。でもあのこいつがよく言ってるのは、20代はまあ動画、30代は地球と生きるって言うんですよ。ヒカルさんみたいなこと言うんですよ。いや俺今言ってる。そういうなんかちょっと頭おかしいこと決め台詞というか。なるほど。じゃあこれから地球と生きていくんやつ。あ、そう地球と。デンガムにはほんま正直理解してない。ここから先の花尾の。いや、だから要はほんまに理解しなくて、いやだからあの解散するってことはもう結構前から話に出てたんですよね。それで出て、僕も別に次に向けて多少の準備はしてるわけですよ、うん、で、それはやっぱ良くて、うん、お前は次何するんやってことは僕に 100% は理解してないです。え？登山家なの？いや、今やりたいことをただやるだけです。あ、それがたまたま YouTube になってるかもしれないってこと。そうっす。で、多分マストでこの YouTube をやるっていうことから一回身を引きたいってことだと思うんですよ。今だったら YouTuber でいるために動画を出したい、出さないといけないタイミングで自分のやりたいことが毎回あるかって言われたら、それは無理やりとひねり出す時もあるじゃないですか。まあ確かに、1の答えなんで、あんな格好ではなかったよ、ほんまは。いやあれはよく知ってます。あれよかったっすよ。あれ上昇良いとか。でもここはやりたくなかったよ。でもやりたかったっす。でもあれ、ここの話し合いでポッと出た話なんで。あ、そうなんや。そんなのずっと出てくるわけじゃないからってこと。そのやっぱ僕らは理系というものを武器にしてきたと思うんですけど、だからそれも正直な話、なんかある程度やりきっちゃったなっていうのは。聞きづらかったとかも。そうですね、だからもう隙間産業なんですよ、企画の。まあね、面白い企画というかは、なんかただ新しい企画みたいな。それは思いつこうと思ったら思いつけるけど、果たしてそれを永遠にやり続けたいかって言われたら違うなみたいな感じはあります。じゃあ一回も鼻の時にすっきりしたいってことだよ。あ、そうっすね。もう簡単に言うと多分そういうことだと思いますね。完全に解散で、あのチャンネル自体は一応花尾が所有する、そういう処分。いやでもまあ、だからもうマストで動画を作り続けますっていうのをやめるってことだと思います、これ全ては。で、ワンチャン年1回ぐらいなんか楽しく旅行行ったら動画になる可能性はゼロじゃない。まあそんなでももう、まあ、YouTube やってるって言えないですから。まあ、だから老後の YouTube みたいな感じやな。そうだからもう、俺らがイメージする。あ、そう。で、まあでも分かるで、でも確かにその10月から1回解放されたいっていう気持ち。部下をいっぱい抱えてますね。まあ確かに。僕も含めて。うん、彼らに対して。キムとかどうなるんじゃん。いや、そうなんですよ。キム今ね、自己分析してます。え？キムが、自己分析？
昨日なんか自己分析して、あのなんかあの就活のなんかとか言ってましたね。でも結構前から本当に話出てたんで、準備する時間は我々側にはあったわ、あったわけ。そうなんや。ゲンガーでどうするの？ここからね、教育に力入れようかな。それ言っとったもん、昔から。あ、そう、それをちょっと本気でやってみよう。まあでも僕の中でもまあフェーズが変わったというか、人生の。ヒカルさんと会ったじゃないですか。やめてこいつのとこ行けみたいな。あった覚えてます。あった。あの時にこの本みたいなことめっちゃ言われたんですよ。大丈夫かうまくいくからみたいな。この本みたいなことめっちゃ言われたんですよ、ヒカルさんから。言われて、まあ、辞めましたけど、まあ、言うても自分一人で生きていかなあかん自負もあったんですよ。言うても何かしらの、ね、力をつけて、まだやってないですけど夢はあるんで、まあ、それをやる、まあ、一歩ずつやろうかな。じゃあ一応全員が前を見たら解散なんや、これは。まあ、少なくとも僕は、まあ、前見てますけど、まあ、僕も前見てます。キム下向いとんじゃん、まあ、キムは下向いてる可能性あります。いや、キムこそあいつもやっぱ花尾信者なんで、一番の花尾信者なんです、うん、僕のイメージなんですけど、まあ、ヒカルさんはやっぱその最後まで人生の終わりまで面倒を見ていくっていうような、多分そういうつもりでこの、うん、多分チームをやっていらっしゃると思うんですけど、どっちかというと僕はひな鳥養成所っていうイメージですね。あのね、集まっていくんだよ、全員が。はい。花尾伝願というチャンネルを通して、例えば編集技術身につけるだの、伝願やったらその教育として地位を確立するだの、僕はその代わりみんなに、元は僕のチャンネルに出てもらって、頑張ってもらうとか、感じでやる。すごいね。これはもう年内いっぱい終わりなの。3月20日です。3月20日に解散。これ、卒業式みたいな感じだな、3月20日やったら。そうね、時期的には。そう、そういう感じです。そこに向けてラストスパート切ってる感覚です。どんな気持ちで解散するときの気持ち、どういうの？解散で俺とかやったら、解散決まったらもう動画撮りたくなくなってまうの。ああ、そうなんですか。だってどうせ解散するんやからって、俺はそういう結果主義やからさ。僕で言ったらマラソンで言ったら最後ゴールまで 500m やから、全力で最後、もうちょっと最後ラストスパート頑張ろうみたいな感じなんや。僕無限の方がきついっすね。ああ、なるほどね。だって40までこれやってんのかなみたいな。まあでも最初この話聞いたとき、もう多分疲れたんやろなっていう感覚、そんな感じで。なんか僕もともと友達なんで、なんていうただのパートナープラス友達みたいなとこなんで、まあ、パートナーとしては、いやもうちょっとやろうよって僕言ったんですよ、なんか、言ったけど、まあ、お前しんどそうやなみたいな。だからだから花のキャパシティを超えたってことやろ、簡単に言うと。もうこのやっとること自体が、まあ多分そういうこと、その器の小ささはあったと思いますね。だからそもそも人を抱えるってことに適してないタイプ。確かに多分研究所タイプやろ、どっちかしら。ああ、そうかも。それは気づきとしてはだからソロプレイヤーやもんな、完全に花尾って。本当はそうっす、感覚的に言うと。そうですね。ソロプレイヤーが、まあ、チーム組んでやったけど、やっぱそれはもうキャパ超えちゃったみたいな。よくぞ見抜いてる。この質見抜きおじさんやからね。なるほどね。でも実際このヒカルさんの本にも書いてましたけど、アイデアは余白に生まれるって書いてある。ああ、余白なかったんやから。余白が抱えたせいで余白がなくなって、花のアイデアなくなったみたいな説もあるんじゃないか。なるほどね。余裕がなかったら、確かに。例えば全員のお給料を払うにはやっぱりそこでコンスタントに行かないとダメじゃないですか。でも僕とかって結構企画をやっぱ自分がやりたい企画やりたいんで、だから出したくないやん、やりたくないこと。考えてほしいけど、やっぱ自分で出しちゃうっていう、このやっぱ悪い、なんかやっぱチームに向いてないあれで、人数が増えてもなんか自分の作業量を多く取っちゃう、だから僕が、あのこれ初めて言いますけど、やってたのは、僕が考えた企画がめっちゃ楽しいでみたいな感じで出すのめっちゃ大事なんですよ。俺の企画おもろいで、ここがおもろいでってプレゼンでやったら、おもろいってなったらやるんですよ。なるほどね。で、要はなんかそれを強要すると、おもんなさそうにやっちゃう。ああ、僕の方が誰ってことで。そうなんですよ。僕自分から誘うの好きなんですけど、人に誘われてやる。そう、あんま行きたくなくなるみたいな。マジでこれだけはお前やった方がいいでしょ。感をめっちゃ出すって、こっち側。なるほどね。そこにおけるやっぱ演者力が低いんで。まあでも確かにお金のために動画出したらしんどくなるタイプだろうな、花はもう。まあ絶対それはそうっすね。だからなんかやっぱ自分のペースで思いついた時にやりたいようにやるっていう、多分本当は多分僕に合ってやり方なんですけど。だからもうソロプレイヤーだもん、完全にそれって。うん、でした。僕からしたら十分長いことやってくれたって思ってますけど、正直。もう僕が会社辞めてから4年経つんですけど。そんな経つんや。僕さ、あの話し合いからもう実は4年ぐらい経つんですよ。すごいな、車で話して。あの車で話して、ヒカルさんからもう心配するのはうまくいくみたいな。あれ、そんな前なんや。そうそうそう、あの時点で僕本の内容だから。ネタバレしてたんですよ、僕。あ、確かに。一番最初伝授したもん。一番最初伝授してもらってるんで、僕は本当に。4年前なんや。そう、4年前なんですよ。4年間よく持ったなってことなんや。いやー、でもここまで来たのはほんまに、後悔はもちろんなくて、もう感謝しかないんですけど、自分のキャパシティは確かに、不足してたところは否めないとは思います。でも、まあ、潔い解散っちゃ解散やな。やっぱこれをさ、なんか延命治療続けてさ、もっと、もう完全に終わってから解散するのが普通やん。
まあそうっすね、多分まあお金が稼げてる間はとか考えちゃいますからね、うん、普通は。まあそっちの方が良かったよな。いや、一旦例えばさ、休止ってパターンはないのって僕聞いたんですよ、うん、それないって言われたんですよ。あー、まあすっきりしたいっていう。そうそうそう、うん、っていう感じ。でっかいうんこ出してその前にうんこ出すより、なんか30ぐらいなんかリスクヘッジしとくぐらいやったらもうさ、全部捨てて、ま、もうて次行こうぜみたいな感じなんですよ。で、俺も昔こういうことあったら1回20か19ぐらいの時に自分で10人ぐらいの会社やっとって、一気にその日に辞めるっていう、全部解散どういう顔されました？激しいな。でもびっくりするけど、でも俺はもうこういう人間って分かっとうから、はいはい、もう関係ないっていう。もうさすがやな。そう、それでまあすごい事前準備しとったパターン。俺はもう事前準備なくバーンっていったから。今まではそう、確かその夢を追ってここまで来ました。その100万人という数字とか、うん、それはやっぱみんなの力がないとできなかったことなんで、なんでヒカルさんには感謝を伝えに来たんですよ今日は。あの4年前のあの日、あれ以外に、あれ以外に失敗するんだよ。まあ、うまくいくって言われましたね。デンガンは才能あるからな。いやいや、初めて言われた。今までずっと僕のことディスってたのに。これでコラボする。初めて褒められたコラボしてる。いやそう、今ちょっと今適当ヒカル節出てるかもしれへんね、これ。いや、そうそうそう。何の才能あるっすか今。デンガン、喋りの才能あるで。あー、マジっすか。そう、バラエティーっすよね。でもヒカルさんほどの人に言われるのめっちゃ嬉しいっすよ。いややっぱその人に何かを分かりやすく説明する才能ってすごい実はこうレアで、こう俺がまあそれこそ情報商材だった時に出会った人がおって、すごい才能だったんですよ。兄弟生みたいなやつ。当時要は ABC っていうのがあった時に、 C がこうお客さん、お視聴者になるとすると、世の中にも A が溢れてるんだ、 A と C が溢れてるんだ。でも A じゃ何かって言ったら思想を持ってるっていう、その巨大な思想を持ったなんか難しい言葉でそれを表現する人。なるほど。でもこの A の思想を分かりやすく C に伝える人っていうのは世の中にはいないんだっていう話をして。なるほどなるほど。要は B、 橋渡しをできる人がいないんだよ。 A が言ってる難しいことを分かりやすく紙で C に伝えることができたとしたら、この B が今から流行ってくるからこれになった方がいいっていう、そういうこと。すごいっすね。そうで、俺はそこを目指したわけだから。俺って YouTube で難しいことあんま使わない、はい、なるほどなるほど。でデンガンだったら B になれるんやけど、デンガンって頭いいわけやん。じゃあ頭いいやつのことも理解できるわけやん。泣ける泣けるガッツリ人生相談みたいな。泣ける泣けるとやっぱさ、その難しい話する人っておるやん、はいはいはい、でもそれってさ、理解できる人が理解できんから、普通の人聞いたら何やこれっていう。なるほどなるほど。それをデンガンは理解して、それを分かりやすく伝えることができるっていう才能があるから、それを今後やっていけたとしたら多分めちゃくちゃ広がる。ありがとうございます。いやまあ実際ちょっとそういうことをやろうと思ってたんで、うん、そう、それができるっていう才能は結構レアね、はい、マジで。あ、よかった。これから重宝するっていうふうに俺は思っとうから。なるほどなるほど。いや泣ける泣ける。じゃあ僕は確かに、あのこの後どうしよう。次僕次彼もめちゃくちゃ彼の才能もでも実際彼めちゃくちゃ才能ありますからね。いやその才能もあれ、結局どっちもあれやん。でも花尾は何だろうな。でも花尾ってやっぱ俺ソロハンターのイメージがあるから、なんかそれこそさ、ちょっと今流行っとるなんかぼっち系 YouTuber みたいなおるやん。あーますねますね。あっちの人やったら本来は多分、確かに、それは確実に聞きそうや。そうやん、適当にどっかぶらついて行って、はい、そこの中の日常でおかしなことを自分の周りに見つけてそれを発信するっていうスタイルや多分。でしかも花尾って何でもできるタイプ、器用に回せる。そうっすね。要は一人で編集から何から全部できる。だから根本ソロだな。だからしかも、うん、あのあれなんですよ、編集を自分でしたいタイプなんですよ。あ、そうそう、俺は本当は、あの本当はそうなんですよ。だから超クリエイター気質やん。だから、うん、だからこれは俺が編集するとか言うんですよ、うん、だから初めしようタイプだもん、完全に。だからなんかこう下の面倒見とか絶対こっち悪いやん、うん、まあ気づいたんや。まあ逆にレンガはそういうの好きやった。レンガは飲み行ったりとかしてその仕事あり行くタイプで好きやった。まあどちらかというと好きです。そう、語ったりするよ、はい、うん、花は多分そんなんじゃないよな。そうっすね。そう、あの誘って、僕が誘っても来ないから。そうそ う, そうで俺は急に誘うみたいな、うん、で急に誘うけど誘ったら来ないんですよ、うん、そういうタイプ。そういうタイプ、そういうタイプ、そういうタイプ、そういうタイプ。で、あのじゃあ来ないじゃないですか、こっちから誘って。じゃあ誘われんくなるんですよで誘われんくなったら誘われんくなったら嫌なんですよ。めちゃくちゃ面倒くさいだけ。めちゃくちゃ面倒くさい。断るのが趣味。いやマジでそれってやっぱり天性のと YouTuber 気質なの。僕 YouTuber って本来組織組むもんじゃないから、はいはい、まあそうっすね。 YouTuber って本来自分が思ったこと、日常を適当に動画上げるのが本来の YouTuber やから、それがでかくなりすぎてなんか分かる、徒党組むみたいなのが、はいはい、流行った。チーム組むのなんて昔は当たり前じゃなかったからな。そうそう、みんなソロでやっとたから。そうっすね。って考えたら、その昔の YouTuber なんかがずっと花、はじめしょうもそうやけど、はいはいはい、だからはじめしょうもだから畑あんまうまくいってないね、結局最初めっちゃうまくいってない。そんな言っちゃうんですか、僕ドンターンの下いいですよ。それでもはじめしょうも悩んでるから、やっぱ結局やっぱその二等があるタイプが、だからあいつも畑出んなったやん。確かに。そういう見放したって言う。いやでもそれって、いやでもはじめしょうなりやりたいんやけど、天性のソロ気質やから、はじめしょう自体。そう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 、だからそこのあれがめっちゃ難しい。まあ確かに、うん、で全部自分でできるし、うんうん、
できる分、いやお前ここやれるやんってなるやろ、なるし、まあ、しかもできるというかもうやりたいみたいなのもある、そうそうそういうのもあるから、脳みその中の映像を、そう、こだわりがあるやん、そうそうそう、なんかもう妥協するぐらいやったらもう関わりたくないってなる。それ絶対ある。一緒一緒、そうそうそう、一緒一緒、そうだ、そう、自分のこだわりがないんやったらその動画には出たくないとかなるやん、なるやん、そうそうそう、でだから例えば花尾が作ってきた編集の動画とかあるじゃないですか、どんなものが来ても僕らは絶対褒めるんですよ。そんな俺忖度されてる、忖度とかじゃなくて、なるほど、僕からしたら僕の、うん、いや面白いの感覚とずれてる時もあるわけですよ。あ、まあ、それは、それは、それは別におのおのじゃないですか、うん、でもこいつはこれがおもろいんだっていうので、めっちゃおもろいって逆になっていくと、どんどん僕らも調教されていくんですよ。こっちもで、それを例えば仮に僕ら側がディスっちゃったりするともうダメになっちゃうんですよ、うん、あー、プライド、それは絶対そう、ダメ、その自分の面白さに絶対的なプライドがあるから、は自分の面白さに絶対の自信持ってる状態が一番おもろいんで、なるほどね、だからもうこれからもうソロで、だからいや、そっちの方がでもいいんよ、そっちの方がおもろいと思うでも、うん、実際健全なんじゃない、もうふっと刀に降りたいやでもまあいいんじゃない、はい、まあ、人生なんか何があるか分からへんし、どこ選んでも自分が選んだ道が正解だから、はい、でも聞いてください、あの20代は動画と生きる、30代は地球と生きるって最初に言われた僕の感覚分かりますはぁ、お前何それ、地球と生きるって何みたいな、40代はどうなんすか、それは死んでます、40死んどる、もう40で死ぬって言ってるんで、早すぎだよ、だから早いんですよ、人生のその新陳代謝が早いんですよ、僕それぐらい濃い、僕はなんかその密度の濃い人生、なんか通常の人生の倍速で進みたいっていう、一旦40を区切りにしてるってことやね、人生、そうっす、だから先を考えすぎや、しんどい、だから人生100年時代っていうことが僕嫌いすぎるんですよ、そんなもう果たしなくて、そんなお金の心配しちゃって、もうそんな幸せに生きられへんわみたいな、だから先を考えたらほんまにしんどくなるタイプやな、ゴールが決まってない人生は嫌なんや、だから40で死ぬって決まってたら、あ、今持ってるお金も40までに一旦使い切ればいいんだっていうので、なんかそう、恐怖がなくなるんですよ、自分で余命宣告してるんですよ、自分に、なるほどね、だから余命を僕1ヶ月先の予定は絶対組めないんですよ、飲み会1ヶ月後やろうって言われても1ヶ月後何が起こるか分からんから、うん、だから入れたくない、ない、まあまあ、だってこいつ、あの花は来年結婚式するんですけど、僕らの同級生の結婚式と同じ日に結婚式入れてるんですよ、忘れてて、だからそれぐらいね、何ヶ月先の結婚式とか予定分かんないんですよ、なるほどね、重なってもない、ダブルブッキング、スーパーダブル、電気のどっち行くの、まあむずいっすねさっき決まってた方行くかな、だってそうですよね、だってあっち行くって言っちゃったもん、いやそうだよね、それはだから言って変えてもらったんですけど、お前間違ってんで、一応変わったよ、あ、一応変えてもね、お前どんなミスすんねんと思って、こっちは、なるほどね、縛られるのが嫌ね、えぐ、もうダメなんですよ、まあ、そういう意味では、あのだいぶ解散の中ではポジティブな部類の解散だと思ってますけど、僕は確かにな、いやでもやっぱどん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 やっぱこう子さんの YouTuber が消えていくから、うん、寂しさあるけどね、やっぱり、あ、まじですか、うん、でも普通に会いたい、言うてでも僕なんかほんまに解散する人少ないなって思ってますけどね、うん、まあなんだかんだ しがみつくんやろな、うん、数字落ちてもしがみつく人より、うん、そこよりはいいんちゃう、俺もだから数字落ちたらもう未来だなと思って撤退するもん、あ、そうですか、いやそりゃそうじゃん、やっぱ自分の才能を発揮しとるときが一番楽しいから例えば5万再生やったら自分の才能を発揮できてへんっていう判断になるよね、うん、すごいっすね、その発想、うん、じゃあ違うの行こう、俺って才能あるから結果出るわけやん、あいつこの才能を掛け算したらちゃんと、うん、ちゃんと掛け算できたらなって踏んでやめる、時代に逆行しとるなと思って、じゃあ伊藤さんは急にあもう YouTube やめるっていう時がもしかしたら来るかもしれないっていう、あでもそれはもうあると思う、あそういうことですよね、俺はやめるならそのなんか1年後にやめるとかその2ヶ月後やめるとかじゃなくてもスパッと、あスパッと、そういう感じですよ、スパッとやめると思う、あでももっと直近レベルでほんまに早い、俺やめるって、はい、ただ今のところやめようとかは全く思ってない、そうですよね、はい、はい、というわけで、はい、もうひかるさんほんま今までありがとう僕もヒカルさんに褒め、僕ヒカルさんとコラボして初めて褒められたかもしれない、ありがとう、いや確かにありがとうございました、いやこちらこそです、花尾念願としては多分最後かもしれないですけど、どうかヒカルさんこれからの僕たちの行く末を温かく見守ってください、はい、お願いします、お願いします、お願いします。